ははい。いどうもこんにちは、えー、と今日はこの刈払機の、えー、取り扱いのコツっていうか、えー、たった簡単な誰でもできるたった2つのことをやることで安全で楽な作業ができるその2つのコツを解説したいと思います。えー、とまずね、えー、その前にこの刈払機っていう機械えー これねホームセンターで買ったやつなんですけどにたった2万円の機械が1万回転以上回ってまあね9,000回転以上再利大出力以上の回転数で乗用して使えると。でめったエンジンはエンジンが原因でねこの機械に原因があって壊れるっていうことはめったにありません。 大抵の場合は取り扱いが悪い、あるいは小さな異常が出ているにもかかわらず使い続けてしまって、えー、この機械を壊してしまっているわけなんですよ。あの実は私あの自動車整備士をやってた時にありました二級整備士っていうのを持ってて自動車検査員という資格にもあのテストにも合格してます。ただね、えー、こういう機械 この農機具ね刈払機をはじめ農機具あまり修理はしませんこの修理は修理のこの農機具の修理のプロに任せてます難しいんですそれで、えー、その難しい修理をねやる必要はないんですこの壊さないためにあるいは楽にやるためにいい安全にやるためにね、えー、はあー自分でその難しい修理をやるっていうことではありません えっとね、ただ、まあ、これねこのエンジン1万回転ぐらい回っちゃうんですよ。それで、まあ、歯,の歯は、ね、多少減速されてるんですけど1.25とか1.4ぐらいで減速されてる場合が多いんですけどそれでも7,000回転以上とかね歯の回転はやっぱり7,000回転以上とかね。えー 回ってしまうんですよ。それでしかもこの刃がねチップ層がすごい切れ味がいいチップ層が露出しているとそれで事故も起きてます。例えばどういう事故が起きてるかって言えば、えー、刈払機の先端に草が挟まって、えー、エンジンをかけたままあその草を取ろうとした時それであのこういう,う スロットルワイヤー式になってるんでこの物理的につながってるんでこの、ね、肩にかけたまま先端の草を取ろうとしたりしたらアクセルが吹けちゃう時あるんですよワイヤーが引っ張られて。まあそうじゃなくてもねあの絶対やっちゃダメなことなんですけどエンジンをかけたまま刃まに絡まった草を取ろうとして指を切断してしまうと。 そういういあ,あとねあのー、まあ誰かが周りにいる人が、うん、なんか危険があって声をかけた時すぐエンジンを止めないとかねあとえ、えー、エンジンに異常がある時エンジンとか歯歯が振動してるとかそういう時にすぐエンジンを止めればいいんですよ。でもエンジンジを止めめないために 大きな時間になってしまうと、あとあるいはね、このエンジンそのものに異常が起き始まっているとき、すぐエンジンを止めれば、それは大きな故障に繋がらないんですよ。まあ、場合によってはエンジンの故障で怪我をする場合だって考えられます。とにかくね、あの、うん、まあ、エンジンを修理するときのためにも。 何か異常があった時早くエンジンジを止めればいいんですよ振動とかね匂いとか、えー、とあと何があるかな振動匂いあとまあこれは急にわかることじゃないですけど例えば燃費が悪くなったとかねあるいはね逆に燃費が異常にいいとかねそういう場合もエンジンの寿命に影響する異常が起きてる場合があるんで。 使用をおかしいなととにかくおかしいなと思ったらすぐエンジンジを止めることなんですよ、えー、っとこのようにエンジンを止めるっていうことは非常に大切なことなんですけどおな,なぜかエンジンをすぐ止めないまあエンジンを止めるのが一瞬遅れたためにあのエンジンの内部の小さな故障が大きな故障につながってしまう。 いう場合もありますうんちょっとした振動それを放置して使い続けたために大事故が起きて人がね大けがするような大事故が起きてしまう場合もありますでなぜこのそれでもねエンジンをすぐ止められないのかその理由に着目している何て言うんだろう人は意外と少ないんじゃないかなと思います。でう その、ねえー、エンジンをすぐ止めない理由を排除してやればエンジンすぐ止められるんですよ。でそのねエンジンをすぐ止めない理由うそれの主な理由の一つがエンジンの再始動が体力がいるからなんです。あと再始動が困難だからです。だからね 簡単に再始動する方法を考えれば簡単に再始動する方法それをやれば事故故もも減減るし故障も減るんですそれで再始動そのものをねエンジンかけるこのスターターロープまあ軽いのもありますけどね軽いのもありますけどあとセルモーター付きなんていうのもありますけどねだけどあのセルモーター付きにしてもエンジンがその後かからない 恐怖っていうかなそれがあの染みついてしまうんですよエンジン再始動に手間取るとだからいつもねエンジンは簡単にかければいいんですでエンジンをつまりねエンジンを簡単にかける方法をマスターしてしまえばあの簡単に再始動する方法をマスターしてしまえば事故も減るし故障も減るし 体力の消耗も減るんででですすそれは結論エンジンを再,再始動するための2つの方法簡単です簡単な2つの方法まず燃料燃料がなくなる前にエンジンを止めますもしエンジンがエンジンがじゃあの燃料が空っぽになってから、えー 空っぽになって自然にエンジンが止まるのをままで使い続けてしまうと次あのこの燃料パイプっていうかキャブレーターの中の中燃料がなくなくってしまうんですよそれであのプライミングポンプっていうえっとどれだこれかプライミングポンプっていうポンプを押してこれを押してえ次再始動の時ですね。まず燃料を満タンンンに入れてププライミングポンプで 燃料を送ってやららなななくちゃならないそれでねうーん下手をするとこれ逆に燃料を送りすぎてかぶっちゃう時あるんですよだから燃料がある時にまだ残りがある時にエンジンを止めるとこのスイッチで止めるこのスイッチでパチンと止めるとたったそれだけのことで次ね 例えばこのエンジンの場合なんかほとんどプライミングポンプ使わないでエンジン始動することができるんですよ。でうん、えー、まず一つ目はつまりあの燃料がなくなる前に、えー、エンジンスイッチでエンジンを止めるともう一つ二つ目これが最後、えー、このスイッチこういうスイッチ。 えこれの場合下が停止で上が始動。これエンジンを止めます。止まったらすぐ始動の位置に戻します。これだけです。これねこれただセルモーター付きの場合はこの方法はダメです。セルモーターの場合は使えないですけどセルモーター付き以外であればこれであの機能的に問題はありません。どうしてこういうことをするかっていうと。 次エンジン再始動する時スイッチ入れ忘れてる、えー、ことが多いんですよこれ私だけじゃなくて私が特別同時なわけじゃなくて私いろんな人の見てますけど時々やってる人がいますそれでこれねちょっとやっちゃうとやっぱりエンジンがかぶっちゃう時あるんですよ。でねか一度かぶっちゃうとご存知のようになかなかかからないと。それでたたったこの2つ うーんエンジンスイッチ、えー、止まったら始動の位置にするとエンジンが止まったら始動の位置にするあと燃料燃料をは使い切る前にスイッチで自分でエンジンを止めるとたったこの2つのことで次のエンジン始動が格段に楽になります。それでそれれでによって、えーちょっと としたことでもエンジンを止めることが億劫じゃなくなるんですよあの草が絡まったとかねあとなんかエンジンに例えば匂いとか振動とかあとパワーがないとかなんかおかしいぞと思った時すぐエンジンを止められるとそれで点検できると、であの大事に至る前に修理屋さんに出すなりなんなり対策が取れるわけですたった二つのことこれね えー、すごい楽ですこれたった簡単なことこの2つの簡単なことだけどすごい楽だしおそらくねこれこういうことに着目している人自体が少ないと思いますこれやってみてください誰でもできます簡単ですこれですごい安全で楽になりますあのエンジンねあの草刈り機体力使うんですけどこのス,スターターロープ引っ張るのすごい体力いるんですよ でで嫌になっちゃうんですよ、ね、だからこれやるだけで、えー、再始動が全然怖くなくなります。だからぜひこの方法全然ねデメリットってあ,あんまりないと思います。これやってみてください。はい以上です。